はい、どうも、ミスター X です。今日は、5月12日分ですね。2019年5月12日分の検証トップバズ収益日記、撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。3アカウント、主要3アカウント、うち2つは不労収入。で、もう一つ、三つ目のアカウントは、今ご覧いただいている、こちらですね。アクティブに動画を投稿しているアカウント。まあ、合計三つのですね、収益を足すと1387.67円。そして、アクティブに動画を投稿しているアカウントの収益が1118.22円と。ということで、こういった結果になりました。1387円あれば、どうでしょうね。ランチ。私、サラリーマンですから、ランチで、500円から800円ぐらいですかね、大体。500円ぐらいから800円ぐらい。ちょっと贅沢をして1000円とかっていうようなランチを食べてる人が多いんじゃないかなと思います。でも、お小遣い少ないからね、節約、そして、最近運動不足で、ちょっと太ってきちゃったから、ダイエットも兼ねて、昼ご飯節約しようとか、量を減らそうとか、いろんな理由をつけてですね、コストカットしてる方も多いと思います。全然いいとは思いますし、でも本当はきっとお金に関係なく、お金のことを気にせず昼ご飯を食べたいと思ってるランチですね、サラメシ。お金のことは何にも気にせずに、美味しく楽しくランチを食べたいって本当は思ってるんだと思いますし、じゃあランチが幸せだったら、午後やっぱり気持ちがいいと思いますね。ランチで、美味しいもん食ったな、よし、昼からも頑張ろうって思えること。それが、一日だけじゃなくて、積み重なれば、それだけでも幸せなんじゃないかなって。ランチで好きなものを食べる。そして、幸福な気持ちになって、よし頑張ろうって思えるようなランチを、このですね、見ていただいているトップバズで、ランチ代、そして、お小遣いですね、お小遣いのプラスアルファの収入にしていくっていうことは悪くないんじゃないかなと、本当に日々思います。もうやっているだけで収入はですね、入ってくるっていうものですから、やらなくても動画を投稿し続ければプラスになる。投稿しなくてもマイナスはない、プラスしかない。そしてここでですね、少し話は変わって、トップバズの仕様が4月、先月の末ぐらいに変わったようで、フォロワーが1000、100人か、フォロワー100人以上、そして、2万再生以上でないと、収益ですね、収益化できないっていう、規約の改正があったようで、今日からですね、やろうと、そちらの新しいアカウントを作った場合には、その規約が、新しい規約が適用されるようなので、
まあ、今日からまさに検証しようと思ったんですけど、今日残業しちゃったんですよね。言い訳ですけど、残業しちゃったので9時まで残業して、で家帰ったら10時だったんですよ。そっからお風呂入ってご飯食べて、でそっから動画見て、インプットして動画撮って、で動画今日はこれで4本目ですかね。動画4本撮ってアップロードもしていくんですけど、やっぱ時間がない。自分の時間の使い方の下手さに悩まされますね。下手だわーって思います。自分の時間の使い方、時間って命なんですよね。止められない。時間は命そのものだっていう考え方を、まあ時間を大切にされてる方はよくおっしゃるんですけど、本当にその通りだなーって思いますね。時間は命だと。その命をどう使うかで、まあ、将来が変わる。今日使い切らなかったら明日はないと思いますし、まあ、トップバズで今日は5本動画上げましたけど、まあ、本当は10本上げたいんですけど、まあ、5本上げて、で動画も撮って、で、まあ、新しく始めたというか、もともとやってたんですけど、ちょっとお休みしてたブックメーカーも今日もやりました。今日でだいたい1週間、だいたいじゃないですね、今日で1週間ですね、ブックメーカーの検証を、再開して今日で1週間経ちました。まあそちらの方のですね、検証結果も見ていただきたいんですけど、まあこの手法を検証すると面白いですよね。面白い。そこについて、具体的なところについてはまた、そちらのですね、ブックメーカーの検証結果報告もありますので、ぜひご覧いただけると本当に嬉しいです。ではですね、今日はこの辺で、ちょっと長くなってしまいましたね。この辺で、トップバズ、検証トップバズ収益日記、終わりたいと思います。最後までご覧いただいてありがとうございます。